こんばんは、速稼塾の久保です。今日はね、 A さんという方をテーマに動画を何本か出してみたんですけども、この動画につきましてですね、私も言いたいことがあるということで、非常にね、心のこもったメッセージを動画付きで1件いただきました。そして続いてですね、メールでもう1件いただいてますので、紹介しながらまたね、この動画をお届けしたいと思います。こういうふうに書いてます。お世話になっております。うつ病の方 A さんへのビデオを拝見しました。私も近い人が不安症のような症状で診察を受けた話を聞いたことがあります。先生も院長という偉い方であろうでしょうに、言葉が汚いですが、誰にでもこう言ってるんだなと思われるようなことしか言わず、そそくさと薬の処方へと進んで、はいよし。薬を飲むと体調が悪くなり、1ヶ月ほどでやめたようです。精神科って混んでいるからか、割に合わないからか知りませんが、カウンセリングがこの辺には探してもないそうです。理想は患者の話を聞き出して一旦全て受け入れてあげることだと思います。お金出しても叶わないようです、この世の中は。とありますね。これね、こういうふうに評価される気持ちはよくわかりますし、本当にそうなんでしょう。反対側からちょっと考えてみます。院長さんの気持ちですよね。院長さんは小学生の頃、もしくは中学生の頃でしょう、医者を志して人生をそこに捧げました。というのは、ドクターっていうのは高校生から急になりたいと思ってなれるもんではないんですよね。場合によっては、家柄が医者の家系でそれ以外の人生を認められないという例もあります。よく言われますけども、医者の息子はその道を志すのに理由はいらない、その道以外を志すのに理由が必要だというふうなね、実は恵まれているようでね、過酷な環境と捉えることもできるんですよね。まあ、その辺は私の想像ですけども、いろんな派閥闘争や、そして診察、論文繰り返し、寝る間もなく自分以外の人のために尽くし働き、院長という座を手に入れました。そして院長になってからもあぐらをかくことなく、一人一人の方にこうやって現場でカウンセリングをしてくださってるんですよね。しかし患者さんから理解されずに、まあ、院長さん偉い人なのに分かってくれないよねと言われる、そういう仕事です。もちろん院長さんっていうのは高慢になる方もいるでしょうし、謙虚なのに分かってもらえない方もいると思います。まあ、その中でまだね、十分な数はいないんですよね。こうカウンセリングをされている方とか、精神に向き合ってくださる方、なかなかね、ご家族でもできないことを医師という他人がやる仕事、かなり過酷なんじゃないかなって気はしますね。そしてですね、この問題っていうのは今日明日に解決できる問題ではありません。とりあえずそういう病院という受け皿があるということだけでもちょっと進んだのかなと思いますけども、全ての人の悩みを解決するには至っていないというところが、まあ、その通りなんじゃないかなと思います。ここまでをまとめると、こういったうつ病の方とか精神疾患を抱えていらっしゃる方、こういった方を受け入れる院長さんの悩みは、患者さんの悩みを誰一人完全に解決できてないっていう、そういうふうな悩みを院長さんは持たれてるのかなというふうに想像します。ですので、ここでね、誤解していただきたくないのは、院長さん決して手を抜いてるわけでも、人を苦しめようとしてるわけでも、面倒くさがってやってるわけでもないんじゃないかなっていうふうに私が考えてるってことなんですよ。ただ実態は分かりません。本当にひどい方なのかもしれませんからね。でも私たちがヘルプミーと助けを求めようと思うと、時間的な制約、金銭的制約、距離的な制約を受けるのは確かです。ですんで、なかなかね、解決に至らないんでしょうね。きっとですね、私みたいに何も考えてない人間というかね、頭の線が一本というかねまあ一言言うと、バカみたいな人間が一番楽なんかもしれないですね。自分の痛みにすごい鈍感で、傷ついて流れている血のことも気づかない、誰の血だろうと思ってね、よく見てみたら、あれ、こっから出てるじゃんみたいな、そんなものかもしれませんね。ただですね、そんなお笑い飛ばすような話じゃなくて、ご自身の心の病っていうのは本当に深刻で、自分の心だからこそ立ちが悪いですよね。自分の内側から起きてることですから。そして気持ちっていうのは、他者の気持ちを理解するのはほとんど不可能なんですよ。どうですかね、私の気持ち伝わりますか？なかなか難しいと思います。そしてあなたは誰かの気持ちを分かっているかってことなんですよ。だからこそなんですよ、分かり合えないから分かろうとする、その姿勢や努力、これを軽んじるべきではないかなと思うんですよね。まあ、いろいろと思うことはありますけども、私の考えを述べる場ではないので、ちょっとこの辺で口を閉ざさせてもらいます。ちょっと言い過ぎちゃってたらごめんなさい。
で次ですね。ところで去年の今頃から悩んで悩んでたどり着いた速稼塾です。いまだに PC も馴染めず YouTube もできていませんが、ある種の悩みは和らぎました。よかったです。できないながらもできたことを挙げてみたいと思います。成果報告ですね。すごいじゃないですか。こんなに早く成果報告を自主的に挙げてくださるとは思いませんでした。非常に嬉しいです。速稼塾みよりにつきます。 A8 ネットとモッピーに登録して何件かで成果を上げたこと、よかった、収益につながってるかもしれないですね。おめでとうございます。今までやらなかったことをやったということで、速稼塾に入るってことも今までやらなかったことをやる、つまりやらなかったことの連続です。これから確実にやる人生に変わってきたと思います。はい。で、マイナンバーカード申請とマイナポイント登録を自分のスマホでやって、ポイントをもらって使っていること。ポイントは確か5000ポイント、5000円分だったと思います。よかったじゃないですか。こういうふうな収益の上げ方もあるってことがね、分かるだけでもすごいと思います。あとはこれを身近な人に教えてあげたり、まだやってない人にその感想を伝えてあげることによって、このちょっとの喜びを広げていくことができます。それが大きな喜びになると思います。そしてありがとうねって言われることも増えるんじゃないかなと思いますね。はい、その他 FX 講座も含め何も物にできていませんが、今の私にとって、このことは誇りです。はい、FX はね難しいですから、そんなに急がなくていいです。まずは目先の、ね、ポイントですとか、あとこういうのマイナポイントもそうですけどね、 A8 ネットとかモッピーとか、こういったものを少しずつ見ていくだけでいいんじゃないですか。とりあえずこれが本当にそうなんだって思えることだけでも、ものすごく見識が広がって常識がひっくり返ったと思います。あとはね、まだモッピーとか A8 ネットを知らない人に少しずつ伝えていくことができればいいなって感じですよね。それは身の回りのことで伝えるのもいいですし、 Twitter や YouTube などでささやく、ブログで書く、 SNS で表現するでもいいと思います。そしてこうやって私以外の方にねメールを送ることももしかしたらできるかもしれませんので、モッピーってすごいよみたいな感じでねお話してもいいかもしれないですね。はい、で次ですね。 YouTube は演歌を聴くところだと思っていたのにこんなことができたなんてです。おかげさまの一言です。ありがとうございます。そして最後に質問があります。一つお聞きしたいのですが、 FX 口座開設とかカードの解約は1年以内でも大丈夫だと思われますか？順に解約しようと思っています。はい、これについてはですね、 FX の口座解約は報酬が確定したらいつでもできます。クレジットカードも同じです。報酬が確定したらいつでも解約可能です。ただここでやっぱり同じようにね、冒頭でお話したように院長さんの立場になって考えてみましょう。カードとか FX の口座開設を取り仕切ってる会社ありますよね。そこから報酬が振り込まれてるわけですけども、報酬振り込んだ瞬間に契約が解除になったら、その会社はどういうふうに思うかってことも少しだけ頭の中に入れといてもらいたいんですよ。もちろんそういうことも織り込み済みで、こういうふうなね、検証とかセルフバックポイントサイトっての運営されてますんで、恨みに思うことはないです。そして遠慮することはないです。ただしカードを作って翌年の更新する時までに解約するというようなこと、こういうふうなことが続くと、カードを契約させてあげようっていう気持ちになるカード会社はないんじゃないかなと思いますね。これがいわゆる申し込みブラックってやつです。申し込みブラックになると申し込みができなくなります。半年後にまたできますけどもね。ただやっぱり会社を運営して報酬を支払う側になると、なんか報酬支払った途端縁がなくなっちゃった、なんか解約されちゃった、向こうからどっか行っちゃったみたいになると、やっぱり印象悪いんですよね。で同じ名前の人が申し込んだ時に、この人また報酬払ったらいなくなっちゃうんじゃないのっていうふうに思われることは無理ないと思うんですよ。ですんでそこをどう捉えるかっていうのがね、個人個人変わってくると思います。もちろんね、口座を開設した、カードを作ってみた、でもなんか案外使わないから解約しちゃった、そういうことも大いにありますんで遠慮することはないんですけども、ただそことのバランスと、あと自分が儲かったからいいやっていうことではビジネスにはなりません。今セルフばっかりポイントサイトはとてもビジネスと言えるものではないです。こういうふうな方法があるんだよっていうふうな豆知識みたいな段階ですよね。じゃあこれをどうやってビジネスにするかなんですけども、本来でしたら例えばクレジットカード口座開設しますよね。なるほど、セルフバックポイントサイトで本当に報酬になるんだと思ったら、その案件をアフィリエイトしてあげるんですよ。誰かに紹介して、誰かが口座開設したりカードを作ったら自分に報酬が入る形になる。そうするとカード会社や審判会社、口座を作っている証券会社も顧客数が、口座の量が増えるから喜ぶんですよね。顧客数が増えますんで、そうするとみんなが良くなるんですよ。まあ、ですんで紹介業、紹介代行業、代理店、アフィリエーターっていうのがこの世の中に非常に大事な存在になってきます。要するに広告ビジネスってやつですよね。
まあ、そんな感じですね。決してね、遠慮したりとか不正なことをやってるわけじゃないんで、臆することはないです。ただこれがどこに向かってるのか、いつかはもらった報酬を恩返しする方向に向かえれば最高だなと思っていただければ、まあ私のねメッセージも伝わるかなと思います。ということで今回はね、メッセージ丁寧にいただきましてありがとうございます。私もねこういうメールが来ると動画を作らざるを得ないじゃないですか。ワクワクしましたよ。こうやってメールの一通一通が私の気持ちを動かしてね、こういった動画コンテンツを作るという動機になってます。ありがとうございます。これからも一緒に頑張っていきましょう。そして休みながらやっていきましょう。そうですね、この前の動画でもあげたんですけども、人間の成長とか進歩には多分ね、ポジティブなストレスと徹底的な癒しの繰り返しが必要だと思うんですよ。ですのでちょっとだけ夢や希望や目標に向かってちょっとした負荷をかけてストレスをね感じながら、そのストレスを超えたらこんな素晴らしい世界があるんだっていうのを夢見ながら伸びていくといいんじゃないかなと思います。そしてそのストレスを抜けた時に休憩が絶対必要です。徹底的な癒しをそこで設けてください。それこそね、大好きなスイーツを食べるとかでもいいですし、素敵なね、スズメのピョピョっていう風なね、朝日とともにさえずる音を聞くでもいいと思いますし、まあ、そうですね、私が好きなのはね、まあ、綺麗な花とか青々と茂った山を見ることですかね。これお金かかりませんからね。はい、まあインターネットでね、なんかいろんな美しいものとか心地よいものとか、あと感動ストーリーとかを見るのもいいかなと思います。そうですね、最近の感動話はね、何があったかな、ちょっと覚えてないですね。感動の毎日なんで。まあでもね、涙が出るほど感動した覚えがあるのは確かです。それが何なのかちょっと忘れちゃいましたね。いや本当に感動したんですけどね、何だったかな、忘れちゃいましたね。あ、思い出した、あの Amazon プライムビデオで星の王子ニューヨークへ行くってやつを見たんですよ。そのラストシーンが、ラストっていうかラストに近いシーンが感動しましたね。あのちょっとね、お付き合いいただける方はこの後も見てもらいたいんですけども、この動画、あの Amazon プライムで今ね、ただで、星の王子ニューヨークへ行くっていう 2,30 年前の映画、エディ・マーフィーの映画を見ることができたんですけども、これはね、ある国の王子様が結婚式を迎えるときに、あのお嫁さんぐらい自分で見つけたいんだって言って、その国を飛び出して、アフリカを飛び出してね、ニューヨークに行くんですよ。ニューヨークのクイーンズ市ってところにね、王女様がいるかなと思ってクイーンズ行ったんですよね。でそこで、まあ、あのハンバーガーショップの、オーナーの娘さんに恋をしてですね、その人に自分の身分を王子様ってことを隠して愛の告白をして付き合うんですよ。でも自分の身分がバレた途端に相手の女性にね、なんかね、なんで黙ってたのって怒られちゃうんですよね。だからだったら僕は王位なんていらない、もうね、王位継承権を放棄するぞっていう風に地下鉄の中でみんなに宣言するんですよ。そこが感動しましたね。自分の王子という身分に対して、あなたは私のことを好きになったわけじゃないでしょと、単なる一個人、ハンバーガーショップでバイトをしている何の変哲もない羊飼いにあなたは恋をしてくれたんでしょ、だから王子だろうと何だろうと関係ないじゃないかっていうふうに強く主張するんですよ。感動しましたね。まあ、オチとしてはちょっと笑えるっていうかね、ちょっとほっこりするんですけども、結局王子様になるんですよ、ラストシーンでね。で王子様になって、もうね、振られたと思った彼女が結婚式のお嫁さんとしてね、こうベールを取ったらいるんですよね。それでワーオみたいな感じで終わって、で最後にそのお嫁さんになったね、そのハンバーガーショップの、あの娘さんが、あなたこの王子っていう地位を捨てて私と結婚しようと思ったのっていう風に聞くんですよ。そしたらね、王子様は、エディ・マーフィーは、そうだよ、今からでも捨ててやるよって言ったら、やっぱお嫁さんの方ね、いやいや、まあまあそれはねっていう感じで、やっぱあの王子様としてのまあ、後取りをそのまま続けるということですよね。なんかハッピーエンドみたいな感じだったんですけどね。まあその他にもいろいろとね、恋のライバルとかが出てきたりとか、かなりユーモアがある作品で、私感動しましたね、最後の方はね。こういうふうに裸の一人の男と女としてね、出会えたらどんなにいいだろうと思ったわけなんですよ。ですからお金とか地位とか名誉とか、私たちにはそういったあの目に見えないものにね、振り回されがちです。名誉って目に見えないでしょ、私の預金残高も見えないでしょ、なんか見えないんですよ。見えないものに肩書きってものとか家柄とかね、なんか資産っていう幻想に私たちはなんか巻き込まれてしまうことがあるんですよ。もちろんそれは社会生活を送る上で大切だと思います。例えばね、年収が高い男性を女性が選ぶのも、これは私無理もないことだと思うんですよ。それを一方的に卑下するつもりは全然ないです。むしろ
女性の目的が年収なんだったら男性ちょっと頑張って年収上げようぜって思うこともあるぐらいです。でも男性の魅力は年収だけじゃないんですよ。年収がなければ別のね、面白いユーモアがある、親切だ、むちゃくちゃマッチョで力持ちみたいなね、そんないろいろあると思うんですよ。だから自分の大好きになる女性、自分の求める女性がどんな男性が好きかってことによって自分が向かっていく方向も変わると思いますし、例えばもしかしたら私がね、なんですかね、格闘技のマニアだったら、素でなんですかね、K-1 のチャンピオンとかだったら、全く私の好みじゃない女性がたくさん私のファンになる可能性もあるんですよね。だからね、運命は様々だなというところですよね。私は今ね、本当にありがたいことに、本当に大好きな彼女がお嫁さんになってくれてよかったなと。動画の最後にすいません、こんなことを話しちゃって。はい、ということで今回メッセージいただきました、ありがとうございました。じゃあまたね、返信動画作らせてもらいますので、忌憚なく遠慮なくメールの方お寄せください。付き合っていただきましてありがとうございました。星の王子ニューヨーク行く、よろしかったらご覧ください。